マントデクア、1809マントドクールとは、フランス語で、宮廷礼服の意味であり、別名、フルコートドレスとも呼ばれる礼服である。威厳を添えるために用いた、豪華な装飾用の表着、ルイ王朝時代に着用された、宮廷服。アーミンの毛皮で縁を飾ったシンクあるいは、小紫色のビロードのマントで、袖なし、または短い袖付きのドレスにトレーンをつける。 トレーンの長さと、おソそージの人数は、身分の高さによって定められ、高位の女性ほど長いトレーンを用いた。帽子は用いず、宝玉や羽毛を飾るが、頭からチュールをかけることもある。また、アクセサリーとして、扇を携える。皇族は、ティアラ、勲章を廃用、手には白革、または、白衣の長手袋に、造下大線を持つ。 マントドクール、1909年明治10年代半ばから20年代はじめにかけての王家政策によって取り入れられるようになった。政府が王家政策推進の場として明治16年に建設した六名館では舞踏会が開かれ、交官や家族の夫人たちは様相をして集うようになった。その後、明治19年6月23日に 宮内大臣内達によって宮中における皇族女性の大礼服として定められた。この規定は昭和22年5月2日に廃止された皇室礼などと共になくなっている。マントドクールが用いられなくなると、ローブネコルテが大礼服に代わる公式な場における女性用の精霊層として用いられるようになった。ありがとうございます。